岩壁の秘蔵を育てていきたいと思います。この放送はですね、私がアイドルマスター、これが初めてのアイドルマスターなんで、右も左もわからないね、トンチンカンチンプロデューサーなんですよ私は。だからみんなの助言で私のプロデューサー成り立っているという、二人三脚、30人31脚の放送の予定なんですけれども、どうしよっかな。もうとりあえずじゃあもうライブを やっちゃおうかな。まあいいか、編成はとりあえずこれで。あ、また掃き掃除してる。はるかさん、ほうきでかいんだよな。もっと女性でも扱いやすいサイズの用意すればいいのに。そうそう、いろいろ攻略サイトとかあんまりがっつりしたのは見てないんですけど、基本的にこういうのやっていけばいいよ的なのは読みまして、やっぱり曲を増やしていった方がいいのかなと思いました。なので今回は曲とか衣装とかを増やしながらやっていこうかなと思います。前回手に入れた、ピカテカシートを使いましょう。ほうほうほう、そういうの、そういう情報欲しいですよ私。どれだどれだどれだ、あ、所持品か。ピカテカシート、何それは。油を拭き取る的な、アイドルの油汗を拭け的なこと。これをどうすればいいの、これ何これ、メガネ拭きみたいだけど。あー、アクセサリーをね、拭くのね。それをすると何なの。このヘッドホンなんかよく使う気がするから、これをなんか拭けばいいのか。拭くってどういうこと。レベル、ヘッドホンのレベルが1上昇した。どういうこと。音質が上がったってこと。ドンシャリ感が出たってこと。わかんないですね、このゲームわかんないことが多いですね。あ、見た目が好きなやつに使えばいいと。へえ、あ、そうなんですね、ありがとうございます。デュオで、デュオいいですね。はいはいはい。で、コーディネートを変えればいいのかな。まことちゃんがちょっと疲れている。ほうほうほう、疲労度が溜まってきている。え、でもこんなくねくねしてますよ。疲れてるんですか。ステップ、軽快なステップ踏んでますけど疲れてるのこれ。じゃあ今デュオがこうなってるから、ちょっと普段と違う組み合わせでやろうかな。なるほどね。じゃあリーダーを響さんにしよう。こっちもね育てていきたいから。そんでじゃあ、千早さんが最近よく出てる気がするから、あんまり出てない人にしようかな。じゃああずささんにしようかしら。あんまりよく知らないんですけど、感触系のコンビになってしまった。最年長でしたっけあずささんは。うん、いいんじゃないですか。また拭いてる。はるかさんのあの掃除の仕方にがすごい気になる。なんか何も拭けてないんですよ、どこも掃除できてないの。私は掃除をしていますというポーズをしているに過ぎない。え、誠をオフにしないと回復しない、どういうこと。もうわからん。オフにしてあげないといけないの。ライブには出ないけどいるってこと。じゃあ一旦お休みにします。じゃあ次はさっきの予定通りに、響さんと、あずささんの2人のライブをやってもらいます。え一緒にカフェは、プロデューサーの分際で。そんなことをしていいんですか、プロデューサーって。これダメなんじゃないの、こんなことをするのって。さらっとしたイベントで流しましたけど、どういうこと。あ、千早さんが鏡に向かってピースしてる。いろいろ表情を確認してるんですね、こわばってないか。喜怒哀楽をやってる。あんなオフの日にアイドルと一緒にカフェとか行っちゃったらダメなんじゃないの、いくらプロデューサーといえど。お、行ってらっしゃい、行ってきます。よし、会場までダッシュさ。
すぐ走るな。子供の頃とか膝に絆創膏がいっぱい貼ってある生傷の絶えない小学生だったんでしょうね。お、いい感じですね。なんか肩のところを見せつけてきてる。響さんあれですね、なんか腕にハンコ注射の跡あってほしいな、なんとなく。あのスベルクリーンとかの DLC でないんですかね、注射の跡っていうスキンの素材。うすうすお気づきかもしれませんが DLC を購入しました。まあいいよね、買ってもいいよね。これにしようかな。あとね、あのこれ難しくやる意味あんまりないらしいです。なので、普通の難易度でやりたいと思います。難しいからね普通に、はい、なんか気づいたらあの追加楽曲とか衣装とかのセット買ってた。自分にびっくりですよね。よし、じゃあちょっと普段見ない組み合わせで。え、待てよ、衣装とライブのタイプが一致していない。これはまたあれか、そもそも持ってないパターンか。あ、これか、よかったよかった、反映ちゃんとできてなかったんだね。この画面でやった方がいいね。なんかすごいシーってやってきてるけど、まあいいか、経費ではございません。あれ、衣装が一致してないとまた出た。なぜ、お待ちかねの新曲。あ、キリンか。ここな、後ろのキリンが気になっちゃうんですよね。え、なにこれ、当たり前体操。あ、違った。はいはい、わ、絶え間ない。はいはい、いいですね。はい、いいですよ。ほぼ今ボタンしか見えてないけどね、ミスれないから。あれ、これやばいのでは。あ、今ミスった。お、出た出た、なんかピースするやつ、大ピースするやつ。能力出ましたね。誠さんのはいっぱい見たけど、響さんのはあんまり見ないんだな。そうそう、いいジャンプのやつ。これクリアできないのでは。やばい、この世界のやつなら本当衣装しか見てないな。難しい、やばいなこれ。まあいいか、誠さんじゃないし、たまには。ちょっと全然足りない。ちょっと響さん、後ろのキリンぶん殴って会場沸かせてくれ。コーディネートって結局自分で考えなきゃいけないの、自動で選んでくれるっていうのに完全に依存してたんですけど。あ、でもね、ほらファンレターはちゃんと来てたから、最高のライブでした。私が返信しておきます、 MS 便長で。人生もプロデュースも七転び八起き、これ割としょっちゅう言ってるけど全然中身ないよな。まあファンもね着実に増えてはいるから、こういうのも経験ですよ。お、読んでますね、目安箱。
見て見て。見た。そういう会話をしてるんでしょうね。お、来た、課金の証。あ、へこんでる。盛り上がりに欠けてる感じがした。精一杯踊ったけど結局ダメで。冷たい海は気持ちよくて好きだけど冷たいライブは好きじゃない。うわー、めちゃくちゃ落ち込んでるじゃないですか。申し訳ないな、ほぼ私のせいなのに。もっとでもあれね、パフォーマンスとか考えた方がいいかもね。なんかコウモリを食いちぎって会場に投げるとか、そういう動物好きを生かしたネタみたいなのやると。あ、おはようございますプロデューサー。その手の動き何なんだろう。バイトでもしてるんですかね、そういう飲食店とかで。しないか、アイドルがバイトは。お、アイドルたちの裏側をね。確かにアイドルの裏側を見れるっていうのはプロデューサーの役得なんでしょうね。私は最近帰り道でよく道でセミの裏側を見てますけど、大した違いですよね。今日もまた誰かの誕生日、今日も誰かの誕生日ですよ。毎回こう誕生日の主役の人が一番みんなと距離を取られてるの何なんだろうな。ケーキも誰も手をつけてないし、あれプラスチックなんじゃないか。倉庫にしまってあってなんとなく出してしまってを繰り返してる食品サンプルなんじゃ。このコンビも割といいかもしれない。ただまあ他にも育てたいのは結構 いるので、次このいおりさんにしようかしら。今のところお金がないのと CP がないので、ライブで確実にうまいこといくライブをやった方がいいっぽいんですけど、それがどれなのかがよくわかんないですね。これとかどうなんですかね。ファーストシャイニー、やこれにしようかな。これにしますよ。いいんですね。行ってきます。行ってきます。ひひ、体がうずきますね。いつもうずいてるな。さてコーディネートをね。え、なんだその手。その手は一体なんだ。どっかの国でのすごい性的な侮辱だったりしない？なんか顔もちょっと怖いし。大丈夫？ライブ優先コーデって万能じゃないんですか？今自動で選ばれたのはこれなんですけど、こうじゃなきゃいけないこともないんで。楽曲はじゃあこれにしようかな。じゃあさっきと同じ。これ使っちゃいますかね。チェインサポーター、なんかこれいっぱいもらえるっぽいし。ちょっとじゃあスタートボタンを押して、あ、普通に進んだ。これはライブ滞りなくいけそうな感じしますね。誠さんのソロです。この服は金を出して買った服だ。絶え間がない。出た出た、いい匂い出ましたよ。かけー、みんなかけー。お、いいんじゃないですかこれ。なんかすごい溜まってませんこれ。大丈夫、客失神しません？マイケル・ジャクソンのライブの時みたいに何人か失神してる気がする。果たして。お、もちろんアンコールもいけると。決まってるじゃないですか。キリンを殴る必要はなかった。あと一歩で EX だったの。惜しいな。毎回こんなことになってるな。爪の甘さがにじんでくるな。この服すごい左右非対称なんですね。肩のひだみたいなやつ、右肩にだけついてるんだな。
あーいいですね。歌詞が僕らだから、まことさんの世界観というかキャラクターに合ってていいですね。バーンってね、バチコーンってなって、いやこの辺かな。あ、なんか変なとこで使っちゃったな。なんかシャボンが飛んできましたよ。それ波紋入ってますよ多分。それ当たるとダメージが。使い損ねた。でもいいらしいですこれ。もう私はうろたえない。歌うまいですよねみんな。当たり前のことですけど。あ、また首輪もらった。なんなんだこのスタジオ、猟奇的だな。今日のライブすごかった。やっぱり私が変身しておきます。 MS ゴシックでやり遂げたっていう感じでね、帰ってきましたね。まあ、同じ CG なんですけど、見る人がそこに意味を与えるわけだから。おかえりみーちゃん。みーちゃん、ファンがねまた増えました。順調、順調というか、まあやっぱり初心者なのもあって手つきはぎこちないのは自覚してるんですけども。お疲れ様でした。基本的にね、事態が悪くなっていくことはないので。順調ですか。出た、システムの権限。そうだと思いました。みんな楽しそうに活動してますから。それではお先に失礼しますね。おやすみなさい。小鳥さんあんまり生活感がないんですよね。なんかホットモットでのり弁買ってるとことかね、見たら一気にこう身近に感じられるんでしょうけど。お、出た、来た来た、課金の成果。プロデューサーは漫画って読む方ですか？読みますよ結構。最近僕がドハマりしてる漫画があるんです。え、おすすめの漫画を貸し借りしようと。え、ちょっと待ってください。これメールのその文末のハートの絵文字、意味、こういうのは良くないと思う。こういう方向で達者になっていってほしくないな。受け取ったのが私だから良かったようなものの、で、あらすじは平凡な女の子が特殊な能力に目覚めて戦いに巻き込まれる。なるほどね、ロマンチックな恋愛も描かれている。はいはいはい、読んでみようと思います。私もなんかおすすめしたいな。なんだろうな、熊のプー太郎とか貸したいな。あ、また板切れ持ってきた。架空の犬、また犬を怖がるユキホさんに犬対策をね。なんでそんな犬怖いんですかねユキホさんは。まあ見るからに気弱そうな感じはしますけど、なんでしょうね。両親が野犬に食い殺されたとか、そういう悲しい過去があったりするんですかね。あとしばらく思ってたんですけど、あれですよね、ユキホさんのデザインって全体的に江川達也っぽくないですか。江川達也というか東京大学物語っぽい見た目してますよね。まあ、髪型のせいなんですけどね、100髪型ですけど。じゃあこれも使っちゃいます。トリオバースト、これ3人でのライブで使えるやつね。で、これは
あ、これキュートなドレス風の衣装ですね。いいんじゃないでしょうか。はい、じゃあクッキーを食わせましょうね。ナムコプロのクッキーモンスターこと誠さんに食わせよう。もう1枚食わせていいの？これ全部食わせちゃっていいんですか？これ重ね掛けは OK？ もういいや。そんで、お金が貯まったのでレッスンを行うこともできます。資金営業もできるんですけど、どうなんだろう。でもファンの増え方が増すっていうだけだから、要はこれランクアップを早めることができるってことですよね。そしたらじゃあこっちのこういうレッスンでいいのかな。思い出スコアか、コンプリートボーナスのスコアアップ。でもあんまりコンプリートができる気がしないので、表現力レッスンをしちゃっていいのかな、これは。はいはい、あ、クッキーは食べれば食べるほど、あの手の中からいい匂いを放つやつの効果が強くなっていくと。なるほどね、どんどん分かってくるな。今日本で一番分かってきてるのがこの空間だわ。衣装を変え、なるほど、持ってない属性の衣装を買った方がいい。みんな全知かよ、すごいな。ショップね、ショップに行けばいいんですね。はいはいはい、こういうの買えと。買えません、高いな。まあこれはじゃあこれのために衣装貯金をしていけばいいんだね。はい、ライブはじゃあもう一回ぐらい、もう一発ぐらいできますよね、多分体力的には。じゃあトリオがせっかく進んでるっていうし、これいけるんじゃないですか。世界は一つ、こうしようかな。たまには結構考えることが多い。双子で今回挟みました。行ってきます。未だに名前が覚えられないな。体がうずきますね。つい双子で挟みたくなってしまう。片方だけ使うみたいな発想がなかなか出てこないな。あ、双子のポーズじゃないですか、これ。双子が絶対にやるポーズだ。やるんですね、やっぱり双子だから。あ、すごい跳ねてる、すごい跳ねてる。なんかお腹のあたりの周りにつり革みたいなのぶら下がってません？あれなんだ？ちっちゃいつり革だな。こういう系の方がなんかいい気がする。アクセはレベルを上げておけばどれをつけておいても、同じ。なるほどね、もうそこは好みなわけですね。いいですね、はい。いやそんなね、手をグーが6個ありますね。じゃあ始めましょうか。もうすでに盛り上がってますけど、靴黄色くない、緑、黄色と緑間違えちゃった。果たして黄色と緑を間違えるプロデューサーにできるのか。めちゃくちゃ緑じゃん。アミマミは私物をどれぐらい分けてるのか気になりますね。服とかは共用な気がするんですけど、お茶碗はどうなのかとかね。さすがに歯ブラシはね。この服何がモチーフなんですかね。バッタかな。お、みんな出ますよ。いい匂い出ましたよ。かけーかけー。ついいい匂いが出るとかげーと叫びたくなってしまう。キブリジジイになってしまう。お、コンプリートして、 EX はさすがに難しかったですね。でも危なげなく。難易度を上げてもいいんですけど、なんか上げてもあんま意味ないみたいなのを読んでいいのかなと思って。いやー、岩壁の秘蔵はいろんな顔を見せてくれるな。
本当に恥ずかしい歌詞だな。これ踊ってるのがね、岩壁の秘蔵だからすごい。今のところユニット面の尖りが一切反映されてないところが逆に新しい気がする。あのお腹にぶら下がってるやつ本当に何なんでしょうね。釣り革ではないっぽいんですよ。なんかカーソルキーみたいな。いやー何度見てもいいですね。いい匂い出すやつは。いやーよかったよかった。これ保存しなくていいの？保存した方がいいんですか？よくわかんないんですけど。お、え、ナムコプロの社長からなんか届きましたよ。なんでしょうね。おーおー、社長がこれをね、嬉しいですね。私が返信しておきます。東映各ポップ隊で。さて次はどうしよう。またライブを続けてしまったので疲れてるかもね。あれ、スイカ見てる。プロデューサーも一緒にスイカ見ない？みんな2人で5個のスイカ見てたんだけど一緒に見ない？お、課金メールがまた来た。最高。メールブーストってなんか、まあ、とにかく無条件でいいんですよね。最近ライブが楽しくってルンルンですよ。それはもう本当にいいことですよね。やっぱり人生幸福に過ごすのが一番いいですよ、うん、岡本太郎なんかはね、幸福な人生なんかクソだみたいなこと言ってるけど、まあ、岡本太郎のことは無視したらいいですよね。はいはいはい、岡本太郎じゃない、菊池誠さんのメールね、はい、僕のパフォーマンスを見てお客さんは盛り上がってるのに逆に自分の方が、ね、お客さんたちから笑顔をもらっている。つまり全員得してるっていうね、ウィン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 っていうことですよね。これ、ね、すごいですよね。非ゼロワゲームってやつですよね。いやー、それじゃあ今週もお疲れ様でした。お、響さんからも短冊いっぱい夢いっぱい。笹の葉、あ、もうそんな時期ですか。ゲーム中だともう7月みたいですね。お願い事はいっぱい書いた方がいいって聞いたんだけど、はあはあはあ、お願い事がね、あ、たくさんあるんだぞと。響さんは確かにね、沖縄っていろんな問題を抱えてるから願い始めたらキリがないでしょうね。お、あ、社長がくれた、社長が縫った服着てるすごいデザインだな。また右肩だけなんかついてる。このアンバランスさは一体。いや、いいと思いますけどね。ちょっとリーダー変えますか。またガナハさんに戻して、またライブした方がいいと。なるほどね。じゃあライブしましょう。もう言われるがまま、リスナーの奴隷ですよ。